いつか眠っていた。カツカツカツ、馬蹄の音がすぐ表をかけていった。一、二機過ぎた後からまた二、三機かけ続いていった。藤吉郎は羽を着て、ゴンゾゴンゾと怒鳴った。ゴンゾというのは彼のただ一人の若党のゴンゾーのことである。木又村の出なので木又ゴンゾーと名乗れと言っておきながら、藤吉郎が呼ぶのは常にゴンゾであった。あ、何ですか。ゴンゾはいつも主人のすぐ隣に寝ていた。召使いの者の部屋といっても別にないからであった。物見してこい。何やら火球らしい駒がお城の方へかけていった。時刻も時刻。はい。ゴンゾは寝巻きに太刀を持った身なりですぐ外へ出ていった。ゴンゾはすぐ戻ってきた。主人の藤吉郎が雨戸を開けて縁先から夜空を仰いでいたので、ゴンゾは庭へ回って両手をついた。見てまいりました。何の早馬だ。美濃境から次々の急死と見えました。何事が起こりましたやら。美濃寺からと彼はまた夜更けの空へ目をやって、ご悲観の使いか、または美濃の斎藤家の使いか。美濃衆の早馬も見え、後藤家の悲観衆の使いも言ったように思われます。そうか。うなずくと彼はすぐ寝巻きの帯を解いていた。ゴンゾ、具足筆を、具足筆を。はっ。ゴンゾは飛び上がって主人の前へすぐそれを抱えてきた。彼は間もなく友も連れず深夜の道をお城の方へかけていた。貧しい一両の具足をまとい、立ちぼ横たえ、川たびにわらじばきで銃を飛んでいった。美濃と聞いただけで、さてはと彼にはすぐ思い当たることがあった。ここ数年来危険な状態を持ち続けている美濃の斎藤家に内乱が勃発したのではあるまいかということだった。いつかは必ずと藤吉郎はむしろその遅いのを不審とするほど、やがて来たるべきものを信じていたのだった。それだ。彼は疑わなかった。来てみると果たして清洲城の大手にははや陣馬の影がうごめいていた。門を固めていた兵は彼の姿が日頃の格好とは違うので、いきなりすやりを向けてきて、誰だ、待て、通ることはならんと叱ったが、藤吉郎が大音を張って、これは大馬屋衆の一人木下友吉郎にてござる。深夜お城近くへ頻頻と馬蹄の音相次いで行くのに目覚め、何事やらんと役目柄はせつけて参ったもの。と言うと、いやあ木下殿か、お早いことご大儀でござる。兵は槍囲いも解いて彼の颯爽たる姿に通路を与えた。武者だまりの前を通ると赤い火がいぶっていた。その中で寝起きの武者たちは小手の紐を結んだり、わらじの尾を固めたり、弓や鉄砲を調べたり、物々しいざわめきを描いていた。脇見もせず彼は御前屋の方へ急いでいった。すると自分より一歩先に御前屋のうちから主君信長の相場を引き出してゆく者があった。馬屋番の侍たちはその若武者に顎で使われて、ただ彼の命じるままに動いていた。見れば御前屋方のものとも見えないので、藤吉郎は追いすがった。いやあ、そのお駒は手前にお渡し賜りたい。馬屋衆の木下友吉郎でござる。主君の御馬の口取りはこの方の役目でもござれば。と言った。若い武者は振り向いた。そしてニコと笑いながら。猿殿か。おお、
殿にはすでに表までお出ましになっておられる。早く引いてゆかれい。素直に靴輪を渡してくれた。それは前田犬千代だった。しかし犬千代も藤吉郎もねねの問題などは忘れ果てて、主君の愛馬を取り囲みながら、早々と金属的な響きを立てながら大玄関の方へかけていった。その夜、矢継ぎ早に清洲城へ届いた国境からの通帳は、果たして美濃の大乱を告げてきたものだった。それよりも前の年に、稲葉山の斎藤義達は、父の道山山城の神が自分を拝着して、次男の孫城部下、三男の喜平次を盛り立てようとしているのを察して、仮病を構えてその二人を呼び寄せ、これを殺してしまった。道山の怒りは言うまでもない。末たる国の自戒が始まったのである。年を超えて今年弘治二年の4月、浅ましき親子の合戦は、岐阜の里長良川のほとりを豪華の炎と血みどろの巷にして戦い合った。国境に駐在している織田家の悲観や道山方の早馬は、はや山城入道様の軍は合戦におまけなされ、詐欺山の城へも火がかけられましたと急を告げ、刻も早く周東郷様の軍勢へご加勢のお出ましあるようにと催促してきた。信長の妻は道山の息女であるから言うまでもなく、道山山城の神は彼の舅たる人だった。信長はすぐ舅殿にご加勢をと言って、神女から陣令を発し、城内の将兵が物の具をいで立つ間に、彼はすでに大玄関まで出ていた。藤吉郎と犬千代が駒の靴輪に沿って彼の前に蔵を進めると、信長はいつものようにそれへ乗ると、すぐ付き従う者を後に連れ、用意の遅れている者たちは置き残して城外へ駆け出していた。舅殿の敵ぞ、美濃へ切り入りなば世の者には目もくれず、極悪無道の雷殿の首をめがけよ。ただ雷殿、義達の首をめがけよ。よいか、者ども。馬上から旗本たちへ何度も振り向いては言った。行くほどに人数が増えて大軍になった。信長の周りには二段三段と大将を囲む陣型ができて、やがて国境の木曽川の東岸まで進んできた。その行軍中、犬千代と藤吉郎とは旗本の中に混じって幾度か後になり先になった。小柄に似合わず思いのほか足は達者、小柄に似合わず思いのほか足は達者だな。足ばかりか戦となればお主などに負けはせぬ。藤吉郎も気負って言う。お主何にでも気が強いな。戦ばかりか恋にかけても愛嬌があっていい。武士だ、負けるのは何事にも嫌いでござる。しからば稲葉山へ攻めかかったら、犬千代といずれが先に白塗りいたすか競ってみるか。わしより先へ白塗りの名乗りをあげたら、ねねはくれてやってもよい。すると藤吉郎は行軍中なのに立ち止まって大口を開いて交渉した。何を笑う猿。犬千代、お主は稲葉山へ攻め上るつもりかよ。元よりのこと、人に遅れは取らぬつもり。戦は目を開いてなさるものぞよ。こうしてこのまますぐ殿が美濃へ切り入ろう。美濃のご合戦はまだ何年か後のことに違いない。まずこたびは木曽川までか。藤吉郎は予言した。何をバカなと、犬千代は耳にもかけなかったが、
やがて木曽川の岸まで来ると、信長は「休め!」と陣へ礼を下して、次の戦況が来るのをそこで小半日も待っていた。美濃の空はどんより曇っていた。日が暮れると乱雲は赤々と平原や山岳の上を流れてゆくが、木曽川の西岸にある信長の軍は動かなかった。宵の頃だった。木曽川を泳ぎ渡ってきた男がある。捕らえてみると道山方の落ち武者だった。信長の前に引っ立てられてくると、落ち武者はこう告げた。山城の神様には鷺山のお城を出られて、長江中瀬のほとりに義達の軍を迎え、おとといからの激戦にござりましたが、ついに義達の部下小牧道家のためにお印を書かれ、義達はそのお印を見ると、大王よ、我を恨むな、これも大王が自ら選んだ運命なれば、とお印を長良川へ投げ捨てられました。あろうことかあるまいことか、仮にもこたる義達が親と名のある入道様のお印を。語るにも浅ましくて身が震えているように、武者はそう言って道山山城の神の最後を訴えた。信長は安全と彼の言葉を聞いていたが、さてははや舅後の入道様には生えなきご最後を遂げられてか。尾州表への忠臣の遅かりしために信長ここまではせつけながらご最後の一戦に間に合わなかったのは、なんとも残念至極。つぶやきながら将棋も立ってしばらく夜空の赤い乱雲を仰いでいた。落雷でも抑えているようにあたりの人々には思われたが、信長はきっと今度は幕下の人々へ誓うように大きな声で言った。遅かった、この上は今騒いでも是非ないことだ。ひとまず国元へ引き返して、他日誓って雷殿の首を討ち取り、亡き入道殿のご無念を晴らそうつ。すぐ陣を払って引き上げにかかるよう貝を吹かせた。犬千代は意外に思った。いや、彼ばかりでなく戦に老高な重臣たちも信長の命令に一時は呆然とした。けれど木曽川を引いて尾張の方へ暗夜を何里となく歩いてくる間に、なるほど、美濃へ討ち入るには今は時期でない。機会は今が絶好のようだが、必勝を期して対策を述べるには。と心ある少子には自然信長の腹が溶けていた。犬千代は信長の辛抱よりも、それを雪がけに説く予言していた藤吉郎という人間により以上を考えさせられていた。さるさると人も小馬鹿にあしらい、自分も良いほどに見ていたが、あの男は、と彼は彼を見直して自分の認識を正しながら黙々と行軍の中に足を運んでいた。藤吉郎もそばにいた。世の知らぬ頃お互いに顔を見合った。けれど彼は犬千代に対してそのことについては何も言わなかった。犬千代、お主はどう思う？斎藤道三殿は主を殺し、この義達は親を殺した。放っておいても人道のない美濃は滅ぶに決まっているが、それがいつ来るかだ。今度は義達の番だが、その時期は、などと話しかけた。犬千代はもう彼の前では滅多なことは言えないような気負けを覚えていた。そしてこの時からいつの間にか藤吉郎が自分を呼ぶのに、以前は犬千代殿と言っていたのを呼び捨てにしていたが、それもつい
咎められなくなっていた。第三章、明智落ち。北は恵那、西は飛騨や美濃の山々に囲まれていた。蟹郷の明智城は明智の庄の山あいにあった。縁時代の旧式な型を持った山城であった。時源氏以来の長い家系と時流の外にあって、山あいの平和を保ってきたその城も、昨日から煙を吐いて今日の明け方からは盛んに火の手を上げて燃えていた。第二分冊、第三章、明智落ち。北は恵那、西は飛騨や美濃の山々に囲まれていた。蟹郷の明智城は明智の庄の山あいにあった。前時代の旧式な型を持った山城であった。時源氏以来の長い家系と時流の外にあった山あいの平和を保ってきたその城も、昨日から煙を吐いて今日の明け方からは盛んに火の手を上げて燃えていた。外ぐるわも内取り手と呼ぶ本丸の建物ももう焼け落ちようとしていた。寄せては稲葉山の斎藤義辰の兵だった。道山秀辰の居城鷺山を落として道山の首を長良川へ切って捨てた余生の軍がここへ殺到したものである。明智光康入道はもとより道山秀辰に属していたので、乱が起こるとともに甥の十兵衛光秀やこの光春とともに稲葉山の兵に当たって戦ったが、各所で敗れ主の道山も撃たれたので、故郷の明智の庄へはせ帰って、この小城一つを七としておとといから寄せての猛襲に防ぎ戦っていたのだった。裏切りだ、裏切り者がある。炎の中に味方のそんな声を聞きながら、光康入道も今はと最後の運命を悟った。砦の中を見回すと、火の上がっていないところは裏山の森林しかなかった。そこの穀倉と水の手と呼んでいる貯水池だけはまだ焼けてなかった。十兵衛はどこにおる？十兵衛を探し求めてこい。光康入道は味方の獅子の間をかけながら、なお生き残って防いでいる兵や将を見るたびに言った。この弥平寺光春はとは一度も叫ばなかった。父上、父上とその光春は父の身を案じながら、彼の姿を乱軍の中に見出して駆け寄ってきた。すると光康入道はその子へ対してもすぐ言った。十兵衛は、十兵衛はいかがいたしたか。犬居口の門で敵と切り結んでおります。何と言ってもお引きになりません。死なすな。光康入道はしゃがれ声で功を叱咤しながら、犬居口の坂道を駆け下りていった。あ、父上、手前が行きます。東京原の中へご自身お踏み込みなされいでも。光春は追いすがって立って父を後方へ引っかえさせた。そして、お父上、お父上、裏山の穀倉か水の手にはまだ炎はかかりません。あれにしばらく、早く行け、十兵衛を死なしては。光康入道はなおそう言いながら裏山の森林へよじ登っていった。光春は我が子である、ここで死なしてもいいと彼は自身の身とともに覚悟していた。けれど十兵衛光秀は兄の子である。兄の下野の神光綱が自分に託して世を去った明智家の遺子なのだ。
死なしては亡き兄にすまないと彼は刻々に迫る城の運命とともにそれを飲みさっきから胸に思い詰めているのだった。ほう。光安はうめいて呆然と立っていた。水の手の水盤小屋を覗いてみると城内の女たちや若い者たちが刺し違えて嵐の後の花野のようにむごたらしくも皆けなげに朱の中にうつぶしていた。いとこの弥平次光晴は、頼む十兵衛殿、頼むからひとまずここは引いてくれと彼の小手をつかみ身をもって彼の行く手に立ちふさがって、ここで稲葉山の寄せ手を受けて切り死にしようとまなじりを上げて戦っていた十兵衛を無理無体に焦土から引き戻してきた。バカな、ここを引いてどうするか。十兵衛は絶叫し続けた。平常の無口で沈重な彼とは全く別人のように知性をかなぐり捨てた修羅武者になっていた。水の手まで、とにかく水の手までなだめると振り切って、水の手など言ってどうするのか。もう敵は外車を破り本丸の味方からも裏切りが出ている。今父が荒れにて待っています。おじごがお探しして連れてこいとさっきからお身を案じながら。わしのことなどなぜお案じなるのか。光秀一個の命などは何者でもない。たとえ破るるまでも稲葉山の逆兵どもを。十兵衛ははがみをして動かないのであった。彼は自分の敗滅よりももっと大きなものに怒っていた。それは人倫の敵に対する人間の憤りだった。十兵衛光秀は文武の死をもって自分でも認じていた。もちろん武道の上でも人に遅れは取るまいとしてきた。死のうちでは誰よりも劣らないほど書を読んだ。彼の思想も信念も政権の道によって養われてきた。今自分の城を火で包んでいる敵は単に自分の敵というばかりではなかった。親と名のある道三殿を攻め滅ばしたライドの義達の部下である。人道の敵だ、政権の道の敵である。光秀の怒りはそのために自分の一命も滅亡も考えなかった。正義に準じて大逆の強兵腹を一人でも余計に切りまくって死のうとするばかりだった。犬死になされてどうしますか。族兵などを相手に犬死に。弥平次、何が犬死にだ。もし大逆の義達がこのままやすやすと世に栄えたら、それこそこの世は闇だ、地獄だ、人間はガキだ、鳥獣にも劣る。分かっています、それは分かっていますが、一光秀がいくら戦っても大勢はもうどうする術もないし、敵の手にお果てなされた山城の神様が生き返るわけでもないが、ただこういう証にはなるぞ。ガキ道のような美濃衆の内乱のうちにも誠の人間は幾人かはいたということだ。そのためにわしは死ぬのだ。わしは死んで悔いない。正義がこれを知ってくれる。お主はそれを犬死にというか。分かっていますけれど、ご最後のその前にともあれ一応父の光安に会ってください。それからでも思い通りの決戦はできましょう。死ぬならあなたばかりも死なせはしません。よしと息も荒く、おじごはどこだ、どこにおられるのだ。死ぬ前に一目会おう。いとこのかける後に続いて彼もついに裏山の水の手へ駆け上がっていった。おじの光安入道は水盤小屋の前に突っ立って我が子とおいの来るのを待ち抜いていた。おお、光晴か。十兵衛にも無事であったか。残念です。
二人の若者はこの辺りの森と水の指示前避けて、お互い肉親同士の姿を見合うと、さすがに木崩れに襲われて三ツ安入道の足元へよろめき倒れた。はや迫りました。無念ながら祖先以来のこの巨城の運命も、うん、迫った。あ、しかしと十兵衛光秀は力を込めて言った。遠い炎の音や矢叫びの肩へまなじりから瞳をきっと向けながら言った。我々一族主君山城の神様に準じてここに討ち死にして果てましょうとも、時源氏この方数百年、我々に至るまで不義不道の族子は一族からついに出しませんでした。誇りです。武門としてこれは滅びたものではありません。人道の名脈を全うし、栄光のうちに武門の旗を焼くだけのことです。そうだ。光春も言った。光安入道もうなずいた。叔父上、喜びましょう。喜んで我々は暴悪な強兵と戦い尽くして最後の旗を焼きましょう。腕の限り敵を切って各々の死地を選びましょう。お別れです。今生のことお礼も何も申しているいとまはございません。死での山で。手をついて言うと、十兵衛はもう再び立ちかけて言えた。待て十兵衛。はっ。死のうとするか。あくまでそっちはここで。元よりのことです。なんでお尋ね遊ばしますか。わしは三ツ安入道は立ち上る空の黒煙を見、また目を落として、まだ25歳の若干の老いと、それよりも年下な我が子の光春とをじっと見比べた。わしは死なしたくないのだ。お主らは若い。逃げろ。え？何をおっしゃりますか。この子になって。何をおっしゃりますか。この子になって。眼前の有様を見て、世の終わりと見るのは誤りだぞ。若い命には先の世がある。城一つ落ちたとて、焼けたとて、大きな時の移りから見れば。消せぬお言葉、叔父上には我々二人へ恥も知らぬ侍になるとおっしゃりますか。言わるるもよい。お主ら長い先の命をもって、やがて時源氏の末に人ありと言われるほどなものになって、家名を盛り返して世に示すならば。そんなこと考えられません。今は暴虐の義達の軍に対して最後の最後まで戦うことがあるのみです。武門の正義が我らの陣です、砦です。ここを落ちて姓を日陰に盗んでは武士道はありません。正義は廃れまする。いや、そうでない。叔父上、あなたはこの後になって、さては遅れに襲われましたな。十兵衛、言うたな。三ツ安入道は一言激烈に叱ると、こと老いが見ている前で担当で自分の喉も横にかき切って倒れた。その時春雷の鳴ったような轟きが大地を揺り上げた。水の手の貯水池にはさざ波が立ち、空には黒煙が一面に濃くみなぎった。ほう、火薬庫も。十兵衛はかけてこの間から城の方を偵察していた。その顔も木々の幹も不意に赤く照り映えた。城は一瞬に火の海と化し、この山の生木までバリバリと燃えてきたのである。こんな僻地の小城に逃げなく、絡めて車の一棟にはたくさんな火薬が蓄えられてあった。鉄砲という新武器に目をつけたのは美濃では誰よりも十兵衛が早かった。彼はそのために
九州や堺へも何度か行った。そしていち早く岐阜の里に鉄砲火事を要請し、自分の居城には密かに火薬も蓄えたりしていた。十兵衛の頭脳は時代の先見に明敏であった。鉄砲の構造のように科学的でもあった。だが彼の緻密な推算でも自分を動かす運命の律は割り切れなかった。自分が研究し、自分が指導して作らせた鉄砲で、彼は今自分も家臣も攻め立てられているのだった。また遠い将来にこの城から撃って出て、中原に時源氏の旗を翻す考えで貯蔵していた火薬が、今は祖先からの城を一辺の焦土に化して、悪鬼のように人の束ねも山の木々も焼き立てているのだった。無念とも何とも言いようがなかった。十兵衛光秀は木陰からその穂村を見下ろしているうちに、そうだ、落ち子の言葉に従って落ち延びよ、生きながらよ、生きておらねばこの無念も。ふと彼の考えは一変していたのだった。するとまた彼方で、十兵衛殿、父が何やら申しています。苦しげな息の下で、十兵衛殿、聞いてやってください。最後です。もうこと切れかけています。悲痛な声でいとこの光晴が呼び立てていた。さっきから十兵衛はそのいとこの声にも、自害したおじの光安入道の姿にも振り向きもせず、自分は自分で再び穂村の中へ駆け入って切り死にをと思い詰めていたのであったが、お十兵衛、駆け戻っていとこと共にうつ伏している光安入道の体を抱き起こした。光晴、いるか。入道の瞳はもう見えないらしかった。おります、父上、光晴はおそばに。十兵衛は？おじ上、十兵衛もこれにおりまする。二人とも討ち死には相ならんぞ。わしを犬死に刺すな。御主君に順次、この城と運命を共にするのはわしだけでいい。部門の名は立つ。早う落ちてゆけ。わしに構わず、お主らは。はい。十兵衛、光晴を頼む。光晴を頼むぞよ。喉をかき切ってなお手から離さずにいた担当で、光安入道は言い終わるなり、鎧の胴の隙間から火腹へそれを突き立てて果てた。光晴、お印を。あ、光晴は安全と目を曇らせたままなすすべも知らなかった。入道の束ねの背には見ている間に火や灰が降ってきた。十兵衛はいとこの育児内容すも歯がゆく思ったか、ごめん。入道の首をかき落として自分の袖に抱え、光晴、早く来いと先に立って駆け出した。昼は隠れ、夜になると獣のように二人は歩いた。カニ号のうちは領土内なので地理も分かっているし、土民の家を叩いてもかくまってくれたが、日高街道まで来るともう敵の柵や敵の影ばかり目について、身体極まったかと何度も観念しかけた。日田河原でお中戸狩りの敵に発見されて追われた時は、もうダメだ、十兵衛殿、差し違えて死のうと年下の光晴はまだ埋める場所もなく手に抱き歩いていた父の首をそこへ置いていった。光秀は首を振った。バカな、ここで差し違えて死ぬくらいなら祖先の地で死ぬ。こうなったからには
草の根を食っても生きるのだ。彼の置いた首を今度は光秀が抱えて走った。全く道もない山を一夜中西へ西へよじ歩いた。明け方一つの道へ出た。美濃から越前へ出る大日越えの剣路であった。ここは旅人の往来もまれだし、斎藤一族の勢力にも遠かった。小鳥を落として葉をむしって生肉を食らい、山ゼリや芋の根も生のまま噛んで歩いた。コーンコーンと斧の小玉がヒノキ林の奥から静かに響いていた。光秀はいとこの手に旗でくるんだおちの首を預けて、ここで待っておれと伊豆子へか立ち去った。しばらくすると光秀は手に一丁の桑と、それから造人の着る着物や山ばかまなど一抱えも抱えて檜林の奥から戻ってきた。案の定この先に小引きどもの寝小屋があったので申し向けてきた。彼は光春の手へ桑を渡しながら言った。光春は黙ってそれを持つと、どこにと地層を選ぶように辺りを見回していた。なるべく小道からも遠いところがよい。光秀は林の中へ入ってほの暗い木陰の大地を指さした。光春は桑を振るってそこの土をボクボク掘った。もっともっと、光秀は彼の掘る穴へそう言った。光春は首のみいける大きさに掘っていたが、光秀は人間の入るような穴になるまで促していた。やがて光安入道の首は途中へ深くそっと置かれた。光秀は身にまとっている具足をすっかり解いて、光春、お主のも脱ぎ捨てて生けてしまえと命じた。太刀の身残して二人は鎧や持ち物のすべてを光安入道の墳墓のうちへ共に生けた。そして造人の着物を着、山ばかまを履いたが、あまりに立派な太刀が目立つので鞘は布で巻き、柄頭の金具は取り捨て、信しかなんぞのようにわざと無頼な格好にそれを腰へ横たえた。水はないか。水は流れておりますが、汲む器がございません。いや、ある。光秀は林の外へ歩いていった。どこかでカツンと青竹を切り倒した響きがしたと思うと、まもなく一節の切れ竹を持って帰ってきた。切り竹の節に清水をすくい、光安入道の首を生けた大地へ手向けて、二人はいつまでも合唱していた。シュシュな小鳥の声がヒノキの密林に鳴き抜いていた。二人の頭脳は冷たく澄み、明智の将を落ちてきてから初めて誠の我に帰っていた。弥平寺光春は肘で涙を拭いていた。父が死んだのは戦場であり、その首は二日二夜も抱き歩いていたのであるが、涙がこぼれてきたのはその時が初めてであった。光春。はい。泣くな。お主が悲しむとわしはいても立ってもいられなくなる。おじごはわしのためにご最後になられたと言ってもよいのだから。そんなことはありません。
武将として。だがおじごにはわしの父下野の神三綱が今はの折に幼いわしをどうぞ頼むとおじごへお託しになった。その責任感がいっぱいにあったのだ。忘れになれなかったのだ。それは常に父の三安も言い暮らしていたことでした。落城が迫った炎の中でもそればかりを案じていてくだされた。そしてわしたちを落として見事自刃されてしもうた。もったいない。光春はもう一度大地に両手をついて大地を拝んだ。光春、ここで二人は誓おう。はい。生き残された光秀の命は自身のものであって自身のものではない。わしに代わって死んだも同様なおじごの命もかかっている。また時源氏のご先祖方の異名もかかっている。この先光秀はなおさらいたずらに無為な日を暮らしてはいられない。私とても同じ心持ちでございます。そうだろう。そうでなくては愛すまん。きっと大志を抱いてお互いに仮面を起こそうぞ。なあ光春、やります。上智や家臣も皆失って裸の身一つになったのはむしろ天の恩恵かもしれません。この二人もして苦難の中に磨いてみろという神のお示しかもわかりません。その心でお主もやれよ。光秀もまたもっともっと修行する。自分を文武の領土に徹し切るまで励んでみせよう。はあ、何か。光春は胸を上げて時の泣きすむ梢を仰いだ。胸が渇然と開けた心地がします。十兵衛殿、父の御霊へ良い手向けをしました。うん、忘れまい。お互いに二人は誓った。大日越えの難所を越えようやく他郷へ入った二人はしばらく越前の穴間材に潜んでいたが、美濃の乱母地鱗の形成もほぼ見通しがついたので、やがて越前の敦賀へ行って船で北軍の三国の津へ上がった。三国の津の長崎少年寺にはかねて知り合いの縁画商人がいた。その人を頼って行ったのである。それから幾とせかの間、寺の門前町に一軒借りて二人は寺小屋などしていた。けれど光秀が手習い子に教えているときは光春が旅に出て、光春がいるときは光秀が旅に出て留守だった。旅はもちろん風雲の下の旅だった。自分を磨きながら合わせて諸国の軍備や文化を視察して歩く。それを武者修行と時の人々は言った。